はい、今日は防災なんですけれども、災害に役立つ技術を楽しく学べる防災施設を紹介します。広島市安佐北区にある防災をテーマにしたアミューズメントパークにやってきました。こちらご覧ください。たくさんショベルカーですかね、並んでます。一体どんな施設なんでしょうか。早速行ってみましょう。先月オープンしたノーボです。ここでは災害時に活躍する小型ショベルカーの運転資格を取得したり、操縦スキルを学ぶ講習を受けたりすることができます。お願いします。こんにちは。はじめまして。施設を運営するのは食品事業などを手掛ける広川グループです。いただいた通り早速私も重機の操縦を初体験させてもらいました。お、すごい。あ、乗り心地はすごいいいです今日使っていただくのがですね、この右と左手のこの両手のレバー、右手をですね手前に引いて、ゆっくり引いてみてください。おお、動いたすごい。で、右手を今度は内側にゆっくり倒してもらうと、はいはい、なるほど。これで実際に土を、そうですね、作っていただくと。基本の操作は簡単です。5分ほど説明を受ければ、初めて操縦した私でもある程度思うように動かすことができました。 OK です。やってみていきましょう。はい。おお、すごいぞこれ。まだまだいけます。いいよ。はい、じゃあ行きましょう。そうですね。はい。はい。わあ、来た。すごい。あ、おーおーおーおおお。はい、ストップです。おお、すくってる。重機の資格はアームにつけるアタッチメントによってそれぞれ講習を受ける必要があります。ここでは岩や木をつかむ機材の動かし方も学べます。被災地では重機があってもオペレーターが足りず、復旧が遅れるという課題も指摘されています。こちらの施設では気軽に楽しみながら資格を取ることができ、災害が起きた時に活躍する人材の育成を目指します。また、広川グループでは近年頻発する災害への意識を高めてもらおうと、防災グッズの取り扱いも始めています。この水で膨らむ像のアクアブロックっていう商品なんですけど、これをですね、水にただ本当に浸して、水に入れて待つこと8分。あ、どんどん水吸い込んでます。あ、めっちゃ重い重いこれで静止はきつい。重いです。とんでもなく重くなってます。およそ20キロの土のうが完成です。基本的に土のうっていうのは撤去ってされないんですよね。その時にそのビニールがだんだん劣化をしていって、土に染み込んで、いわゆる土壌汚染を起こしてしまったりとか、水質汚染とか、いろんな社会問題にもなっている。これ麻袋でできているんですね。環境に配慮したいわゆる水で膨らむ土のうってところ。こちらの便キングは便座シートやペーパータオルなど必要なものが一式揃った簡易トイレです。皆さんもいざという時に備えて防災用具を見直してみてはいかがでしょうか。皆さん周りにいる中でするっていうのはどうしても抵抗がある。